これまでモテギ流掃除講座ではオキシクリーンを使う方法だったりハイターを使う方法だったりサンポールを使う方法もご紹介してきました。クエン酸を使う方法もご紹介してきました。でもいろんな方法をご紹介すればするほど結局どの方法が一番おすすめなんですかというふうに思われる方もいるかと思います。ということで今回はそれぞれのつけ置き洗いのやり方をできるだけ詳しくそしてわかりやすく解説をさせていただきます。こちらの黒板にそれぞれの特徴をざっくりまとめてみましたけれども、まず何と言っても重要なのがどんな汚れを落としたくてお風呂の床のつけ置き洗いをするのかというところになってくると思うんですけれども、まずオキシクリーンとハイターは生き物汚れです。黒カビ、赤カビ、黒ずみ、ぬめり汚れもつきますね。そんなところでしょうか。でその下クエン酸とサンポールはザラザラ汚れです。水垢ですね。そしてザラザラ石鹸カスです。でその横洗浄力と書かれてますけれども、オキシクリーンは酸素系漂白剤なので黒い色素をしっかり抜くというところまでは難しいということになりますけれども、ハイターの場合は黒カビの黒い色素までしっかり抜いてくれるので洗浄力についてはハイターの方がいいということになりますね。そしてザラザラ汚れに有効なクエン酸とサンポールも断然サンポールの方が洗浄力が高いです。なぜそれだけ違いがあるのかというと酸性度の強さなんですよね。サンポールの方が断然強いです。比べるとクエン酸はそこまで強くないと。それと同じく刺激性もだいぶ変わってくるんですよね。お風呂の床の素材に対しての刺激ということについても変わってきます。ということでまとめますと、普段使っているバスクリーナーで落とせない汚れがお風呂の床についていて、それをつけ置き洗いで落としてみたいという場合、選ぶ洗剤はまずその汚れがどんなものなのかで変わってくるというところが一つあります。そして皆さんが何を注意されるかによってさらに使うものが変わってくるということになりますよね。最後に、つけ置きの時は、お湯の方がいいのか、水がいいのかというところを簡単にお話して終わりにしたいと思いますけれども、オキシクリーンはお湯です。できれば50度ぐらいあったらベストですね。クエン酸もお湯の方がいいです。そして、ハイターとサンポールは水の方がいいですね。そして、サンポールは非常に酸性度が強いので、水でも十分汚れがよく落ちてくれます。はい。ということで、今回は、オキシクリーン、ハイター、クエン酸、サンポールを使ってお風呂の床のつけ置き洗いをするときにそれぞれどんな特徴があるのかを解説させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。どうもありがとうございました。